ナリーグドジャース20、サンマーリンズ、2024年9月19日マイアミ。ドジャースの大谷翔平投手、30、が19日、日本時間20日、敵地でのマーリンズ戦に、1番、DH で先発出場。3打席連発を含む6安打10打点2盗塁の大暴れでメジャー史上初の50、5050、からの、51から51、を達成。 チームも対象で12年連続プレイオフ進出を決めた。動画、ドジャース12年連続 PO 進出決定。大谷翔平もシャンパンを一気飲み、試合後はポストシーズン進出決定を祝してシャンパンで乾杯。デーブ・ロバーツ監督が温度をとってナインの前でスピーチし、大谷の偉業も、翔平、おめでとう。と祝福した。その後、これがファーストステップだ。みんなおめでとう。 と締めくくると、普段アルコールを口にしない大谷もグラスに入った少量のシャンパンを一気に飲み干した。マーリンズの本拠ローンデポパークは昨春 WBC 決勝が行われた球場で、当主、大谷がマイクトラウト、エンゼルスを空振り三振に仕留め、日本を世界一に導き、帽子とグラブを放り投げ大喜びした球場。思い出の地でまた新たな球史を刻んだ。 現地9月19日は2度目の右肘手術を受けた日。あの日からちょうど1年、二刀流が代名詞の大谷が打者専念で迎えたシーズン3発6安打10打点2盗塁の大暴れで MLB 史上初の5050 50から51から51を達成してチームを勝利に導き、12年連続のプレイオフ進出を決めた。大谷にとってメジャー初出場から866試合目。 大リーグ公式サイトのサララングス記者によると、ポストシーズンに出場したことがない現役選手では最長記録だったが、自らのバットで不名誉な記録に終止符を打った。大谷も自身の歴史的偉業をインスタグラムのストーリーズに連投。自身の史上初の快挙を伝える大リーグ公式サイトや球団、同僚、様々なメディアの動画などをリポスト。さらに NBA のスーパースター、 レブロン・ジェームズやこれまでのドジャースの球団最多49本塁打の記録を持っていたショーン・グリーン氏からの祝福メッセージ動画を投稿した。実にその数は29にも上った。